では皆様こんにちは、筋トレグラントレーナーから佐田匠です。今日は足を細くする、ももの筋トレを、一緒にしていきましょう。では早速始めましょう。よろしくお願いいたします。ではスクワットから始めていくんですけど、足はガニ股にせず正面に向けましょう。その方がももに直接効いてくるので効果的です。ではそれを踏まえてスクワットしていきます。では前で組みましょう。特に、腰に当てても構わないんですけど、肘と膝がつくぐらい下げてもらえるといいので、分かりやすいので前で組んでみましょう。ではなるべく肘を膝につけれるぐらい下げていきましょう。その際にお尻を突き出すようにしましょう。背筋はしっかりと伸ばします。背筋が曲がってると腰を痛めやすいです。では半分経過、常に腰のところに筋肉が使ってる状態、筋肉を入れてる状態にしましょう。では残り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。今日は10種目やっていきましょう。残り9個、これも足は正面です。同じようにスクワットをしていくんですけど、スニーカーの側面部をタッチしていきます。これも背中丸めないようにしっかりと背筋伸ばしていきましょう。ではスタート。もしスニーカーの側面部につかなかったら、ふくらはぎの横、膝の横でも全然構わないです。残り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。残り8個、大きく膝蹴りをするように上げましょう。なるべく自分の胸ぐらいの高さまで上げれるとベストです。反対も同じようにしっかりと上げていきます。では早速いきましょう。スタート。膝を上げた時に手をしっかりと横に振ることによって、腹斜筋にも効いてくるので腹筋にも効果出てきます。では反対もやりましょう。残り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。では4つ目の動き、足を開いた時に腰を下ろしていきます。ではスタート。腰を守るためにも背筋だけはしっかりと伸ばしましょう。では半分経過、残り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。では仰向けの状態で足をももにかけます。そしてお尻を上げていきます。膝、お尻、胸が一直線になるようにお尻を高く上げましょう。ではスタート。残り半分、
り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。今ので半分経過です。残り5個。では今度は逆の足やってみましょう。しっかりと上げることによってももとお尻効いてきます。では行きましょう。スタート。残り半分。残り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。残りあと4つです。では今度は仰向けの状態から足を開いて閉じる、通称足パカというのをやりましょう。足を外側にすればするほど負荷がかかるので効いてきます。その代わり足が硬い人にとっては苦痛かもしれません。では頑張りましょう。残り半分。残り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。残り3つです。では今度は内ももを鍛えていきましょう。寝そべった体勢、横向きで寝そべった体勢で下の足、右足を上に上げていきます。では行きましょう。床に一回一回つけるのではなく、浮いた状態でやるととても効果的です。では半分経過。残り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。残り2つ。今度は逆の足やりましょう。立ててる膝の上ぐらいの高さまで上げれると効いてきます。残り半分です。残り5秒、4、3、2、1。では5秒休憩です。次でラスト10個目です。ではお尻を上げて、今度はかかとも上げます。そうすることによってふくらはぎに効いてきます。そしてお尻を上げることによってヒップアップと、もも痩せにつながってきます。では行きましょう。スタート。残り半分。残り5秒、4、3、2、1。ではお疲れ様でした。足をね、動かすことによって、大きい筋肉なので代謝も上げれるので、ぜひ引き続きやってほしいなと思います。ではお疲れ様でした。